実力わかんないけど、じゃあ無理数であることを勝負してたい。タンポネットがサッとするやばい。明治の問題でこれ解けなかった。分数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 あれ分数え、ロング順位の前に禁止してるなんか 1.4 それは楽しいよ。で、俺は何にもまだ聞かされてないんですけど、はい、俺も何も知らないよ。今ない大学生なんですか。いや、浪人生です。三浪三浪です。人間のクズじゃん。そうどちらかといえば、はい。え、で、何え、どこ目指してるんですか。私は早稲田を目指して。早稲田の整形だって。小学一応、ほら早稲田の私の頃とは全然時代が違いますからね。社学行ってますから。まず社学すげえ難しいんでしょ。そう、今難しい。すげえ得意した気分で。めちゃくちゃ難しい。昔は簡単ですね。今偏差値高いけど昔は摩擦係数が高かった。お。分かる？はい。摩擦係数の一番高い学部だというね。1.5 分って言われてたんですけどね。え、今純粋浪人なんですか。仮面浪人ってなんかちらっと聞いた。あ、仮面じゃない仮面じゃないです、うん、全然。え、で今まで二浪の時もどこも受かってないんですか。日本的にどこも買ってないの。ダメじゃん。いや、で大学入試でじゃあ合格した経験がないってことですか。現役の時に国学院だけ受かりました。あ、そうなんだ。そうなんだ。どこら辺出身とかするんじゃないの。いや、言ってる言ってる。でも進学校だよ。どこ出身なんですか。龍ヶ崎一高っていう。分かるね。あ、茨城ね。そう茨城の出身。茨城の進学校。龍ヶ崎一高知ってますよ。しかし、なんでそんなに落ちこぼれたんだろうね。教授間を確保するためにバイトをしてたら、バイトに時間が取られてしまって高校時代からバイトしたの。いや、高校時代は勉強してなかった方で。早稲田の整形小学部全部数学でできるんだ。そう、数学ですね。まあ整形は共通テスト。あ、整形って今あれなの、必修になってその回数字だけになったの。共通テストでやるの今。あ、そうなんだ。違う。早稲田の整形独自の数学の問題ってない。ない。あ、なくなった。もう総合問題なんですよ。英語と国語が合体した総合問題なんで。小学部の数学は難しいんだよ。難しい。あ、これいきなり誘導なしで解くの東大以上に難しいよって問題があって、今それだって俺のチャンネルではもう定番になっちゃって、みんなやり方知ってるんだけど。1たす1はなぜ2なのか。そういう話じゃないよね。あ、数学で受けるから、はい、じゃあ数学の。そう。何をしろってことなの。やっぱちょっと実力わかんないんで僕、うん、試せないんで。数学ってやっぱり実力試すというよりは、まあ別に俺が本質とか言ってまたおめえが本質かってんじゃねってお叱りの言葉をいっぱい受けるんだけど、まあでもそれでもね、単なる丸暗記よりはきちんと定義から公式とかは全部導けるようにした方がいいかなっていうのが一応私の考え方なんで、じゃあそれをちょっと一緒にやっていこうかと。和石石はですか。違います、ね、じゃあ今日は対数でいきますか。あ、対数数にだってあるよね、はい、もちろん帯って書くやつです。違います。対数の対ロガリズムですね。はい、バカリズム？ハウス。バカリズムみたいな何ですか。はいはい。ハウス。まず対数の定義は何ですかね。対数の定義。ああ、え？あ、まあじゃあ今度は持って。対数の定義。定義。うん。ちょっとログの定義。なんだっか。あれ、数字思い出せ。あ、いいですよ。あ、でもなんか記号が。あ、別に何でもいいですよ。文字は別にないんですか、ね。で、あのログの、うん、気をつけてね。カメラで全然映んない。はい、こんな感じの、あ、これだからなんだろう、ごめんなさい。まあ、いいよ、別に。いいですか。まあ、だから一般的に指数で表すと A の R 乗イコール T っていう関係があったと。で、まあ、ここで一応対数書いてあるときには A はまあ正で1じゃないっていうことにしておきましょう。そうじゃないといろいろ不便なんで。 T は別にマイナス、 A が正だから当然 T も正だよ。まあ、これは一応まあこうしておこうぞ。その時にこれ A の R 乗イコール T、 例えば A イコール2だったらまあ変えられるよね。あ、はい。あ、これ A イコール2。あ、イコール中学生も R が2だったら別に A イコールできるよね。高校生だったら R でも記号知ってるよね。 R でも記号知ってる。うん、だからじゃあこれだったら、あ、 A イコールルート出てくるでしょ。あ、ルートプラスマイナスルート、うん、まあまあマイナスの方はじゃあとりあえず一旦置いとくとして、まあこんなに表せるよね、はい。まあ、もちろんマイナスもだけども、これを解けばね、 A イコールには変えられるよね、2乗だったら。でも R でも別にもちろん変えられるよね。R イコール A イコール、あ、 A イコールログの、ログなんか、あ、じゃあログそんな難しいんですね。え、 R、 ん、批判ポイントが殺到する。やばい。え、だって A の 2だったらできたんでしょ。はい、 A 何、ああ、そういうことっすね、うん、ああ、そうだね、あ、そういうことか、うん、あ、もちろんだからこの方程式解けって言われたらもちろん答えは R 個あるんですよ。まあ、そのうちの1個としてこういう数字がありますと。 A の N 乗イコール T だったら N 次方程式には解は N 個あるんで、まあ、ただし虚数だけど、 R が偶数だったら実数解は何個ですか。
奇数あるの、ね、A が正で X の2乗イコールまあなんか5とかだったら実数解は2個ですね。で X の4乗イコール5でも実数解は2個で答えの4つのうち2つは虚数解です。で今一般的だからこの N 乗 N 乗方程式には解は N 個あるわけです。でただし偶数だったら実数解が2個で奇数だったら X3 乗イコール8とかね。実数解何個ですか。あ、で1個です。実数解1個、ね、2だけです。実数解1個で残り2つは虚数解なんです。でそのうちのだからある実数1個をこう表せると、まあ、要するに ART って関係があった時に A の R 乗イコール T、 T イコール A の R 乗で A はって聞かれたら、まあ、R 乗根っていう記号を使えばこう表せると。でじゃあでも R イコールにしようとした時に新しい記号が必要だよねってことなんですね、はい、で R イコールにするとログが出てくる、ね、書いてくる、はい、いいですね。R はログ AT っていうこのログっていう記号がなければ R イコールにできない。 R イコールにしたいからこの新しい記号を作りましたっていうのがこの関係とこの関係、まあ同値って言うんだけど、でまあ一応こういう条件ね、対数ではここはプラスの数で1だとあの何乗しても常に1になっちゃうんで1じゃない数っていう、まあこれが対数の定義、はい、じゃあログ32っていう数、まあ、これはログ39は2でこれログ39はと有理数だよね、はい、ログ32が無理数だよね、多分ね、どう考えてもね。無理数です。じゃあ無理数であることを証明してくださいと。ああ、まあまあまあ、あのゆっくりいいですか。はい、ゆっくり。これをこれを有理数だと仮定して、うん、はい、そうです。で M はまあ U にして、でですねこの形に持って帰持ってって、はい、それじゃあの変えようね。で2のM 乗にして、まあそんな有理数の M はなさそうだけどなんか明らかにないって言うには言いづらそうだよね。まあいかにもなさそうだけど、そうなさそうだけど、もうちょっとこう明確にないって言い、 M って有理数なんだけど、有理数って置いたんだけど、はい、有理数ってもっとなんか別の置き方ね。有理数別の置き方、普通にって言ったら、あ、それ分数だ、あれ分数、有理数じゃ、まずそもそもで有理数って How to say in English、 そうなんですか。有理数、有理数、有理数 How to say in English、イングリッシュ、イングリッシュ、ラッシュナルナンバー、ラッシュナルナンバー、レーシオ、レーシオ、ハウトゥミン、レーシオ、割合、ハウトゥミンって、パッツミン、レーシオ、レーシオ、レーシオって割合ね、割合で表せる数だからラッシュナルナンバー、あ、RATIO、レーシオ、ラッシュナルナンバー、で、有理数割合で表せない数をイラッシュナルナンバー、ラッシュナルだから割合で表せると、どうする？割合で表せる、どうする？整数分の整数で表せる。整数分の整数、あ、そうだ、俺これやろうと思ってなんか、うん、で、M と N を、うんうん、有理、有じゃなくていいんだよ。あ、そう、整数か、整数、整数ね、整数として、そう、ね、で、特にもうこの場合はもう明らかにプラスの数だからもう自然数でもいいよね。あ、自然数、あ、別にいいんだ、整数でいいんだ、整数でいいんだけど、まあ自然数としちゃっても大丈夫だよね、プラスの数なんで、自然数と、ナチュラルランマね、はい、で、2を3の分の N 乗にして、うん、これをこの形にするんですよ。いや、次行こう。あ、これはまあ意識してじゃあ、なんかこれ覚えてます、この、そんなことすんの、せっかくだって今こんな記号使わない方が、別に使ってもいいんだけど、あ、じゃあさ、ルート2が無理数である証明ってこっちの方が一応基本だけど、これどうやってやったっけ。同じように置くよね、N 置いてですね、あの2乗2乗してで、まあ、持ってきてで 2m2 乗イコール2乗で、ちなみにこれもそうだけど m への自然数で一応これ互いに沿っておくのがまあ大事だよね。あ、そっか、もうこれ以上約分できませんと、もうこれ以上約分できないようにすることは簡単だからね、これ以上約分できない数にして互いにそうですと、でこうなった、実はもうこれでもう証明おしまいでいいんだよ。あ、そうなんですか。ある言葉を使えば、え、人命である。いや、違う。これはあまりにあれだね。あ、互いに、あ、素数。素因数分解の、素因数分解のに続くことはもう一つしかないです。定理が。素因数分解の一位性。一位性、え、素因数分解の一位性ってことも知らないのか。素因数分解の一位性。初めて。初めて聞く、ファーストイヤー。出た、ファーストイヤー、初耳。
初耳。俺いつもあれでして、これをまあもう一回だから、だから L で置いてとか 2M ねとかやって置いて、で 2M2 乗イコール 4L の2乗で M2 乗イコール 2L 乗で M も2の無倍数、 M も偶数の乗、そうすると両方偶数で互いに素に反すると、反する、まあ、別に数でいいんですけど、それが普通だけども、素因数分解の一位セットは素因数分解って一通りしかできませんと。素因数分解は一通りにしかできない。これなんで矛盾するかっていうと、両辺にある素因数の2の数が矛盾しちゃったでしょ。こっちは2の数、左だけです、はい、1個じゃない、1個だけ、あこの中に2が入ってる、あこの2は、あそか入ってます、入ってるかもしれない、入ってないかもしれない、この中に2は奇数個、こっちは必ず入っているとすれば、ここに偶数個と1個だから、こっちは偶数個、2がこっちは奇数個で、こっち偶数個ってことで、素因数分解の一位性に矛盾する。でもこの時点でもう矛盾生じてると言っても構わない、はい、でそんなような形で、要するにまあとりあえず明らかな整数イコール整数の形にしたいんでしょ。整数イコール整数の形です、うん、今これ整数じゃないね、はい、M 分の N 乗だから、両辺を整数にしたい、あー N 乗でかける、そう N 乗でかける、 N 乗するのN 乗する、 N 乗するのか、うん、そっか、でもうだからこれでさっきの一位性、もう一位性から矛盾でも構わないし、まあ一位性ってことは今ファーストイヤーで知らなかったんだったならば、これは、まあ、これもとまた、いやもうこれでもおしまいでしょ、それやっぱりそれでも成り立たない、成り立たないって言えばいいのかね。3の2乗、3のは、こ左辺は、左辺は3の倍数ではないから、ないですよね、左辺3の倍数じゃないし、右辺偶数じゃないしということで、もうこれで矛盾、まあ素因数分解の一位性から矛盾するかもないということで、これで一応これが無理数であることが証明できたと、イラシュナルナンバーね、はい、じゃあ次行こうか。じゃあ次、対数ってはっきり言って公式、まあ実質3つ、細かく分ければ4つ、対数の公式、それしかないんで、さすがにあの公式、私、すべてを覚えるだと言ってるわけないんで、対数の公式はさすがに非常に簡単なんで、これまあほら、切り抜かれちゃうよ、対数の公式が秒で出てこないな。秒で出るのは、ね、今日はないから。秒で出てくるやつな、受験生として、やばいな。じゃあ、ちゃんと出てくるじゃん。これ、俺、あれだったんですよ、明治の問題で。うんうん、これ解けなかったんですこれが解けずに、カッコ1番がこれで、うん、もうカッコ2から全部できないっていう、1使わないとできませんみたいなのが起きて、そうですね、まずで、まあこれ、まあ引き算だったら、まあ、なんか分数にする、そうですね、こんな感じ、まあ、まあじゃあ一応書きましょうか。まあだからこれもだから2つ、これで一応2つね、あ対数の公式ってあともう2つだけですよね。対数の公式、あっ、あっ、うん、まあこれの応用バージョンだけどね。応用バージョン、これが M になったらどうする。ああ M になったら、ああ M になったら、ああ M になったら、足すってすんなよ、あ数学こっちどうなる、押し量れてしまうんですね。これが M だったらどうなるの。あ2になる、で前でできて 2M、うん、だから要するに類乗指数、一番ありがたい公式ですよ。あい、どうやって書けばいいんですか。どうやって書けばいいんですか。どうやって書けばいいんですか。え、いや別に他の何でもいいから文字使えよ、いろいろ好き勝手に。あ、適当、同じやつを使うなってことですね。別に何でもいい、別に M でいいですよ、別に M でも、 M でいいですか、うん、で、指数、はい、え、どこに M、別に M の何とか乗、あ、2乗、2乗だけじゃなくて、別に一般的に2だけじゃなくて、何乗でもいいし、別に R 乗、うん、R なの、まあいいや、何でも、それはいや、まあ、R、ログ、A、うん、M 乗ね。でも、あとはもう一個はもう一番大事な、あ、1のやつですか。あれ違う、じゃあね、ん、定の、あ、定の変換、え、そう定の変換公式ですね。あー、どれだっけ、あ、やべ、叩かれる、それに定の変換公式は俺でも覚えてるよ。ちょっと待ってください、ちょっと引っ張り出します、うん、定の変換公式はだから隠れてると怒られちゃうね。定の変換、半身こっちの方が書きやすい、いや、大丈夫です、こう言う、手の変換公式、これまあ細井さんとの動画と合成してめっちゃディスられてるよ。やばい待って、手の変換公式、細井さんからもお金もらうタイプの、あ、違うそれだ、関係ないの、ないっす、俺お金払わなくていいの、あ、大丈夫、払います、じゃあそんなに、どうぞ、だって森鉄さんのだって月収の10分の1以下だから、俺そんなことない、300万ぐらいですか、森鉄さんがね、あ森鉄さんが300万でしょ、月収、あの YouTube ね、でも2、3月だけです、その10分の1ですよ、手の、あ、じゃない、手の変換公式じゃない、うん、なんだっけ、ちょっと出てこないな、それが指すにまずいな、あらららら、いくら分数、あれ分数、まあ、まずは適当に対数1個置きなさいよ、まあ、1個、うん、まあ、それをどう手を変換するんでしょう、あ、そっか、なんでもいいのか、そっか、そっか、そっか、なんかこれは B と置いて、
コードとか、ね、これさ、どっちが文法でどっちが文章かって悩むことない？あ、それはないっす。ないの？ないんだ。今、いや、どっか何を始めようかな、どっち、なんだっけろって俺結構なので、あれどっちが文法だっけかなって悩むときに、まあ別に悩まないならいいんだけど、悩んだ時の対処法として、手を何に変えてもいいんだから、そのまんまでもいいわけでしょ。あ、そうすると、ログ、A 分のログ、AM か、もしも間違っちゃうと、ログ、AM 分のログ、AA になって、こっちだと元に戻らないよね。こっちだったらちゃんと元に戻るから、ああっていうふうに。まあ別に忘れない人だったら、それはそれでいいんだけど。語呂合わせじゃない。語呂合わせじゃなくて、手は何に変えてもいいんだから、元通りでもいい。で、元通りにここに A 入れた時に、ちゃんと元に戻らない。もしもこれとこれと反対しちゃうと、分数になっちゃう。分の1になっちゃう。で、これはもう、対数の大事な公式。この4つだけだよね。これ、証明しましょうか。よしょ。はい。はい、しましょう。証明。ちょっと後で使いたいんだけどね、証明。勘太郎さんの動画見てんだから、分かるはずだよ。うん。って書かれるんですよね。だって合計5分も見てないんです。2秒しか見てないんだから。証明、うん、まあ大事だ、森チャンネルだからちゃんとカットも入るからゆっくり考えてる。証明、証明、ね、この辺にして、この辺にね、はい、一応入ってるから、ね、考えてるところ、ね、スローモーションにしようか。俺めちゃくちゃ時間かかってる人だったじゃないですか。お、こんなのも分かんねえのか。証明、やっぱり証明公式できない人多いんだよ。そうだね、全ての証明はね、公式できる、あ、すべての公式、すべての証明は公式できなきゃいけないです。違うな。すべての公式は証明できなきゃいかんすよ、高校数学程度だったら。だって全部教科書に書いてあるんだもん。これ書いてありました、当たり前だよ。高校数学で証明書いてない公式なんかないよ。やばいね、さらっと終わらしちゃった。だからみんなそれ、ただ結果だけ覚えてりゃいいってことになっちゃう。これ、数字使いますか。別にこのままの文字でやってください。いきますか。じゃ、まずは、じゃ、指数法則からいきましょうか。指数法則から。A のスモール、じゃ、書いて、A のスモール M 乗、はい。A のスモール M 乗イコール、スモール M って言っただろうが。あ、スモール。はい、ちゃんと。A のスモール M 乗イコール、A のスモール、あ、A のスモール M 乗。なんでラジエイズみたいな。え、A のスモール、あ、スモール両方、あー、両方スモール A のスモール M 乗じゃあイコール、はい、M にしとこうか。 M スモール M イコールにするとこうなるよね。はい、じゃあ A のスモール N 乗イコールラージ M の関係を、これをじゃあ対数で書くと、対数で表現するとこれが、これが対数で書く。何リピートしてるんですか。パロットパロット、オウム返し。あ、これ毎回俺ゆっくりになっちゃうんで、こっちも書いていいですか。うん、もちろん。で、じゃあこれちょっとこれとこれ掛け算して、はい、単に A の M 乗かける A の N 乗、それって別にこの辺見ないで普通に指数法則で計算して、はい、ですよね。森先生、これ分かる？指数法則。それは、うん、記憶にありますよ。俺もず、あ、いい、はい、じゃあ、分かっちゃった。分かっちゃったね。はい、来た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 。これとこれを使うんですよね。これとこれを使って、これとこれを使って、ここに当てはめていくんです、最初。で、これ前。足す、ログの AN は、M、M、足す。じゃあ、表情が物語ってる。めちゃめちゃ表情が。もう俺、何もないじゃん。まっさらだ。これってあるだっけ、これ。これですよね。これはじゃあ、これイコールは明らかに、この、これってこうでしょ。はい。これってこうでしょ。あ、そっか、これ入れればいいのか。いやいや、まだこれは、まだ分かる、これまだ分かってないんだから。ね、そっか。これまだ分かってないんだから。あ、太田さんのとこ、公式証明するのに公式使っちゃいかんからね。公式証明するのに公式使っちゃいかんからね。同じのみたいな。で、単にこれとこれ書いてよ。あ、書くやつ。ラージ MA でしょ。これ、まあ別にそういう前提だから構わないよね。はい。で、これもこう計算したのも構わないよね。あ、これこう、あ、これやったんだっけ、太田さんにも。そう、あ、それで視聴維持率 0% だった。 0% じゃない、めちゃめちゃ短かったんで、ね、こういうやつでしょ、今は。なんですか、視聴維持率は分かるんだよ、投稿者には。で、俺のこの数学の動画は森鉄チャンネルがね、視聴維持率がね 0.0% とか、そういう誰も最後まで見ない。大丈夫です、どうせ見てないから。いや、大丈夫ですよ、多分大丈夫。僕のクズっぷり見たくてみんな見ますから。みんな見ますか。これカットしてくれ。いやいや、今のとここそいいから早くやるな。え、これをどうするんですか。あれ、じゃあこの関係、この関係を対数で書けばいいんだよ。あ、対数で書けばいい。ログの A の MN イコールログの A の AM プラス
あああれね、上辺に 6A を取ったのね。そうですよ、 6A を取って今これ前に出す、これ前に出す、それってこれ使ってんだよね、これってこれからできてるんだよね。あ、そダメなのかうん、いやもちろんやってることに間違いないんだけど、 今はこれを知らない、これを証明しようとしてるだけなんで、証明しようとしてるんで、そっか、これ使うってことはすなわちこれ使ってるってことになっちゃうんで、これじゃあ普通にログで取るようにやってもいいのか、ログの定義通りイコールプラス N ってなるのか、うん、でスモール M、N っていうのはでここに戻ってきてっていうことね。はい、これでできましたと。で、定の変換公式はもう今じゃあこれはもう使っていいですと、使っていいとして定の変換公式も証明しましょうとどっちに行くんですか。定の変換公式もう今もうこれはもう使っていいと。はい、でこれまだで、そうするとさっき対数取ることがもうできるんだよ、これ使えるから。あ、そのさっきの、まあ、定の変換公式はこれでね、はい、これ証明したいと。じゃあなんか一つ A の M 乗が M っていう関係、今度はだから対数取っていいんですよ、ログ A に好きな手、別にだから今度君だ、この CB 対数取っていいんですよ。あ、こっちに両方に、はい、A の M 乗イコールこれで、ね、今両辺にログ B を取ったと、はい、そしたら今度はもうこれ M 出し出せるんでね、はい、もうこれ証明したから出せると出して、今この前提でこれもやっぱり対数で表しておいて、これ対数で表しておいて、あ、ログ A の書いて、あ、はい、で、これも M イコールにしとく、 M イコール、はい、あ、これスモール M イコール、これを単に、あ、単にね、そうするとスモール M はこれです、ログ AM は BA 分の BM。 あ、じゃあ一応今日のメインに入ります。これからえっ、もうお腹いっぱいなんですけど、お腹いっぱい、あ、じゃあ今日寿司いらないの寿司いらない、いや楽しみにしてきた、ね、ちょっと待ってください、家帰っても何もないんですよ、カップラーメンになっちゃう、5本カップラーメンじゃあ今日のメインイベントのためにこれ残したんです、ログ32の小数第1位を求めてください、はい、ログ32の小数、これの小数第1位を求めてくださいと、はい、ログの小数第1位、青学で出るかもよ、あ、これログ10にした方がいいの、ログ10の、あ、ちょっと待ってください、すいません、授業中、相撲中毒だからちょっとどうせ多分暇になるだろうから、魔法で遊んで、え、これ10と2とかは定義されてないんですよ、ね、今日見に、はい、いいですよ、あ、10は、あ、でも出せる、あ、出せない、これらの、あ、ね、あ、人見頃それは、言うとおりだね、違う、え、ログ10位の内近似知ってんの、なんか 1.4 それは、あの、これもうまた、今の物質、君、今のものすごい発言してたからね、叩かれる、叩かれますね、最初のとこに使うから、オープニングの前のところに今だってこの数見て、人よ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 人何ですか、え、ルートのやつ、ルート2だよね、ルート2じゃね、何の関係もないよねルート、いや、これ別に、まあ俺は動画投稿してるうちにさすがにこれらの近似値は覚えちゃったけど、別に知らなくていいですよ、0.0163 みたいな、か、ね、別にそんなうる覚えだったら、こんなものは、そんなね、何も与えられてないんですよ、あ、違うのか何も与えられてないんですよそういうことじゃないのか、そのためにこれ残していたの、これ、はい、これを満たす自然数 MA はないんだよね、はい、ないんだよね、ないんです、ないけど近い値さえ分かればそれらしい値になるんだよね、もちろんぴったりこれがイコールになるような MA はないですね、自然数は、でも自然数で近くなる MN ぐらいは、近くなる、めっちゃ分数でもいいですか、いや分数なんてそんな難しいんですよ1で、まあ、じゃあ確かに0、確かに確かに近い、差は1だからね差は1は近いけどあんまり嬉しくないね、1分の1うんってなっちゃうからね、イコールには絶対ならないんだから、何乗かしてなんかそこそこ近い、何乗かしだってそれぞれな自然数乗するんでしょ、そういうことですね、うん、じゃあ8と9、そんなできないでかいの、え、8と9に近いじゃあ4と3でいいか、4と3でもうちょっと近くていい、もうちょっと近く、あ、1と1、少なく、1と1、もうちょっと少なくていいよ、とりあえず、え、じゃあ 2のべき乗言ってて、2 4 4 8 8 16、うんね、2 4 8 3はべき乗すると3 9、うん、27、なんか近いのなかった、近いの、え、8と9、え、8と9近いでしょ、はい、8と9近いでしょ、はい、2の3乗と3の2乗、はい、ね、イコールじゃないよ、だからじゃあもうちゃんと不等式にしましょう、どっちがでかい、どっちがでかい、うん、9の方がでかい、いやね、こうだね、でこれでまたほら今ログ32の値が知りたいんだから対数取っちゃいましょう、あ、そのために隙間開けたから、せっかく今ログ32が知りたいんだ、32が知りたいの、え、どうしよう、あ、 A でいい、あ、 A、 あ、32が知りたいのか、
サンディ、サンディ、うん、はい、変形して変形して、そうそう、だってログ32の不等式1個できるじゃん、作っ、うん、この時点でログ32っていうのはこれいくつ、小数で言うと、小数で言うと0.666 だよね。 0.6666 よりはちっちゃいって分かったんだよね。じゃあ今は2の3乗と3の2乗でこっちに口開く不等式から今ログ32が 0.666 よりちっちゃいことが分かったと、はい、じゃあ今度逆向くような不等式をなんか作ってあげればいいんだよ、そんなでかくなくていいからこうなるような16、32、60でその途中こっちもちょっとこっちも増やしてたけど片っぽだけ増やさずに4と3でいいダメ、あ4と 3? 3あ、じゃあいや、あの2と1じゃダメです。2と1だともちろんいいけど、ログ3に取ってそれでまあ特定できればいいけど、これだとじゃあ続きやってもらって1になってコスト 0.5 以上だよね。 0.5 以上0.666 未満だと小数第一が5なのか6なのか分かんないよね。だから分数少々ないんだ。ああじゃあもうちょっと細数、あもっと細かくとかですね、しなきゃ、対数取る前に2の、そんな難しいこと聞いてないからね。3なら算数ですよ。2のべき乗と3のべき乗でそこそこ近い数、そんなにでかくなくていいから、9こう間1じゃなくてもいいんですよね。そんなにうまく1になるような数は、ね、多分そうないと思う。2の何乗ですか、それは2の5乗と3の3乗で、こっち口開くね。そしてもうこっちはもうささっとできんじゃないですか。5分の3ってのは小数で言うと 0.6 でしょ、まあ、これで 0.6 よりでかくて 0.666 よりちっちゃいんだから小数第1位まではこれで特定できたよね。ほら俺のチャンネルを見てない証拠が、ね、つい最近出したばっかりだもんね。つい最近はこれのもっとちょっと難しめな、2の130乗は何桁でしょうかっていうの出したんだけどね。あ、見てないいやもうそのレベルじゃないっすよ、まだ今三ローズのレベルじゃないっすよって今日も今粘ってんじゃねえってもう1からやってますもん。1からやるときにじゃあ邪魔じゃなしで1から急がば回れってね、すぐに点取るにはなんか公式丸暗記してね、それに数字当てみれば答えが出ると考えちゃダメですよと、公式を全部自分で証明できることをまず始めた方がいいんじゃないですかねとか、それに対してそんなことやってしまねえやっていう高校生いっぱいいるらしいです。この辺で勘弁しててやるかって。結構ね、だからカンタロウさんのチャンネルちゃんとね見とくとね、今回もいろいろ共通テストの問題とかねめっちゃ似てるじゃんみたいなの見ました。ありました、ありました見ました、はい、ありましたね、そういうのね。めちゃめちゃもうほんとカメラ全然入ったり出てませんもうあれだったけど、はい、そういう感じで、はい、さんどうでしたか、レントさんは。まあね、浪人は辛いけど、まあ僕もね、二浪してるんで。あ、そうでした、ね、頑張ってください。お、ありがとうございます。はい、じゃあぜひ頑張ってください。じゃあ今日は寿司はじゃあなしということでねお預け、これじゃあ食わしてる場合、食わすわけじゃないね。これはそうですね、一問解けたら一貫とかそんな感じだよね今日だから酢飯だけかな、酢飯だけでね、はいということでした。はい、ありがとうございました。いやー、待ってください。